どうも皆さん、突然ライダーです。今日もいつもお世話になっているホンダドリーム福島豊野店さんに来ていますが、これから R バイクに試乗します。さあ今回ね、試乗するのはホンダ NT1100 になります。皆さんね、ご存知の通り、エンジンはツイレー4ストローク OHC 4バルブの直列2気筒となっています。排気量はね、 1082cc です。アフリカツインとね、レブル1100同じエンジンになっています。フォーク11ですね、乗りましたが、音はね、やっぱりこう違いますね。どこ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 っていう感じのね、サウンドですね。さすがね、こう調律されているので、音の違いはね、結構気づきますね。このモデルはね、DCT エンジンなので、まあ私が乗っているね、ゴールドウィングと同じになっています。まあデュアルクラッチトランスミッションですね。偶数と奇数の段があってね、クラッチ、2つのクラッチによって、まあ、自動的に変速するエンジンとなっています。このね、フロントのスクリーンもね、まあ、ゴールドウィングよりはね、小さいんですが、ただね、いいですね。これ今多分一番上になってるのかな、これね。あとはですね、このリフレクターですね、ここにもね、ちょうどね、こう当たりにくい感じになってるんで、今日ね、その辺もね、まあ、ハンドルの部分にね、どの程度風来るのかっていうところもね、ちょっと見ていきたいと思います。ただね、フロントフォークが、昭和製のね、セパレートファンクションビッグビストンをが採用されている、倒立フォークですね。こうサスペンションね、すごくふわふわっていう感じで、こう柔らかいですね。さすが NT っていうところでしょうか。これね、 DCT なんでね、やっぱりこう交差点とかね、こういったところも、まあ、慣れが必要なのかなっていうところもありますが、まあ、エンストしないっていうところがねあるので、まあ、安心して乗れるバイクだと思います。でフロントブレーキは、日清製のね、ラジアルマウントの対向型キャリパーですね。リアはシングルポッドキャリパーになっています。でフロントはね、ダブルディスクですね。いや、いい音ですね。どこ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 ね、音がね、楽しめます。でこうやってね、運転してるとやっぱりこのフロントの、モニターね、でかいですね。これ6点何インチだったかな、確か 6インチぐらいはあったと思うんですが、でかいですよね。まあ、アフリカツインと同じなのかな、そんな感じですかね。これボタンの数がすごいですよね。ゴールドウィングよりなんか多く感じるなちょっとね、詳しくわからないですが、まあ後でいろいろ見てみたいと思います。やっぱこうやって走ってみると、やっぱりこうフロントスクリーンのね、効果すごく感じますね。今この高さですと私の顔には風が当たらない感じですね。ちょっとね、電動ではないのでね、走行中に変えることはできないんですが、まあね、今走ってる感じだと、そうですね、顔には当たってないですね。で、ハンドルのところは、やっぱりこう手にはね、まあ、この、ちっちゃなね、リフレクターがあっても、手にはね、やっぱり当たりますね。で、足回りなんですけど、さすがにこの足のね、リフレクト効果は高くてですね、まあ、タンクの部分に隠れるっていうのと、このね、下の底の部分にね、そこにもね、リフレクターがついてるので、足の当たり、風当たりはね、少ないように感じます。ただね、ちょうどふくらはぎの外側あたりに風が当たるっていう感じですが、なんかね、ゴールドウィングの
よりもね、足に関しては風、防風効果ね、すごい高く感じますね。おお、これはすごいな。まあ、このね、手に当たる感じは、まあ、ゴールドウィングとも変わんないんですけど、足に関しに関してはね、ゴールドウィングよりも、防風効果は高いように感じます。でカーブもね、すごいこう曲がりやすいですね。で乗り心地としてはすごくね、あのシートもふかふか、まあ適度なね硬さはありますが、全然ねこう違和感なく、乗れますね。でハンドルは肩よりちょっと広めのテーパーハンドルかな、ちょっと広めですね。うん、で、このね前後はね、そんなに遠くもなく近くもなくっていう感じで、姿勢がねこうアップライトな状態で、乗ることができるので、すごくねあの乗りやすいですね。うん、なんか全然違和感ないですね。おー、うん、でサスペンションはねなんかすごくいいな。まあね、フロントは昭和製のセパレートファンクションビッグピストンなんですが、リアはねスイングアーム、分離加圧ダンパーですね、あとプリロードアジャスターがこうねあの調整できるようになってて、まあ、今の設定ねどうなのか分かんないですが、この今乗ってる感じはねすごく乗りやすいですね。うん、しっかりねこう振動をね、吸収してくれるような感じになってます。全然ね違和感ないですね。こう乗り心地いいですね。うん、すごいなこの NT。 これはね本当にこう遠くまで旅をできるバイクですね。こうやって乗ってるんで欲しくなっちゃいますね。本当に長距離ツーリング楽しそう。さあブレーキはこう、あやっぱりブレーキ効きやすいですね。バッチリ、さすがフロントダブルディスクです。あとはね、ここはあの ACC ソケットがあったりとかですね、ありますね。こっちは USB かな、こっちは USB ですね、挿す場所があるんで、まあロングツーリング中のね電源も苦労しなさそうですね。あとこの辺にねこう何かつければね、うん、全然後からつける必要がないのでいい感じですね。さあ液晶モニターですね、ツアー、サーバー、メイン、ユーザー1、2ですね。これもね、自分で設定できるものですね。自分の好みの、パターンですね、パワー、エンジンブレーキ、トラクションコントロールとね、3段階の調整が可能になってますね。やっぱツアーがね、多分スタンダードなのかな、乗りやすい感じ。パワー1ですもんね。うん、足つき性に関してはまあ、シート高が810ぐらいあるのかな、ただね、絞り込みがね、タンクからシートにかけてのこの絞り込みがあるので、全然ね、足つきはいいですね。ゴールドウィングはね、幅があるんですけど、まあ、それで変わらないぐらいの足つきになってます。やっぱりくびれてる分だけね、やっぱり足つき、いいんですよね。さて今回 NT1100 に試乗させていただきましたが、本当に快適装備が備わったロングツーリング向きのバイクですね。以上 NT1100 の試乗レビューでした。それではまた。動画ご視聴ありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。それではまた。